こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、完璧を求めすぎた殺し屋の、回答編、です。それでは、始めさせていただきます。問題は、警察は自殺ではなく、殺人として捜査を、することになったのはなぜか、でしたが、回答は、すべての戸締まり、です。解説に行きましょう。殺し屋は密室を作るために、すべての戸締まりをした。しかし、飛び降り自殺した人に、ベランダの鍵は閉められない。このことによって警察は自殺の、可能性はないとして、殺人としての捜査を始めたのだった。密室を作ったことによって、逆に犯行がバレてしまうとは。いかがだったでしょうか？この動画では、皆さんからのご意見、ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも募集中です。メールやツイッターなど概要欄に書いてありますのでそちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださってありがとうございます。お相手はゆっくりでした。おやすみなさい。